インヌミ収容所1946年、三里村高原周辺。インヌミ収容所、キャステロ海外引上げ民収容所、インヌミアールイとも呼ばれた。沖縄戦を米軍が沖縄県沖縄市高原に設置し、海外引上げ者を収容した収容所。1945年、米軍は沖縄戦で収容した民間人を次々と設営する。 民間人収容所に収容していき、特に沖縄本島中部での基地建設を進めるため、沖縄戦が終結した後も収容は続いた。また本土や海外にいた多くの沖縄の移民や疎開者や元兵士たちは、米軍によって封鎖された沖縄に帰還することができない状態が続く。10月以降から若干の引き上げが開始され、当時の三里村座高原にあった。 米海軍部隊中が後に収容されるようになった。これが、キャステロ海外引上げ民収容所で、広くインヌミ収容所や、インヌミヤ通りという名で知られるようになった。米軍が引上げを受け入れるようになった1946年7月1日に、公式解消した。また同月に、中薄村の筑波崎収容所も解除され、12月31日まで、運営された。一方、 インドミアードィは1949年7月23日に、グロリア台風で打撃を受けた後、知念地区の旧警察署跡に移動するまで長く、引き上げ業務の拠点となった。11月1日には移転した後の知念のキャステロ、収容所に、ソ連から帰投した、福音兵が収容されたとあり、以降は、シベリア引き上げの業務も行った。 国内外からの沖縄への引き上げ者数は1949年までに約17万人にもなったとされているが、その多くが、久ば崎で船を降り、米軍トラックでインヌミに収容された。そこで、多くの機関者たちが変わり果てた故郷を目にすることになる。引き上げ者は、1日から1週間ほどで、既存の手続きがされたようだが、様々な事情から1ヶ月近くも収容所暮らしを、 余儀なくされる人たちがいた。故郷が米軍基地として接収され、既存することができない引き上げ者の中には、因宮周辺でテント生活を営む者も,もあった。日本側の海外から引き上げる人々の受け入れ業務を担当したのは、引き上げ援護局で各機構地で、引き上げ援護局が権益や機関援護業務を担当した。沖縄への引揚げを担当した引揚げ援護局は、 浦賀、名古屋、佐世保、鹿児島、大竹、宇品が沖縄への喪出港に指定されていた。ゆえに、海外から日本本土を経由し帰還する沖縄県人は、まず日本の各地の引上げ港で降ろされ、そこから列車で広島や九州へ向かい、そこから引上げ船で沖縄に渡る。その際、天海と沖縄県出身者に対しては、非日本人登録が行われた。 引き上げ者の天然痘の発生により、GHQ は1946年3月18日付で8月15日まで沖縄への送還を差し止めた。米軍の報告によると沖縄への引き上げ者は1946年10月後半で週9000人という規模に膨れ上がり、8月から12月までの5ヶ月間に約10万4000人が沖縄本島に帰島した。 また輸送中に32人が出生し、17人が亡くなっている。またそれ以外にも密入国のような形で、正規ルートを経ず帰投した者もいる。中条村、キューバ崎、引き上げの日引き上げ者が帰還した港は、久保崎海岸で、まず DDT 消毒などが行われ、施設内で収容年月日や、氏名や、移民先などを記録され、その後、 キャステロ収容所内の引上げ民数員のみ各場先、収容所に送られた。現在、中城、村あクバート・と浜原には戦後、引上げ者上陸費が混流されている。また1950年代になると、米軍は沖縄戦から懸命に復興しようともがく住民の生活基盤を再び強制接収という形で奪い始めた。宜野湾市の伊佐浜では、 銃剣とブルドーザーによって田畑や住居を奪われた伊佐浜難民家族は近くの小学校に避難した後、インヌミアアードゥイへ移る。瓦礫ばかりの高原で、二十歳もできず、旧五十代の木造と短武器の家々は1956年9月のエマ台風で再び倒壊した。その後、10世帯はブラジル移住を余儀なくされる。 厚生省引き上げ援護局、引き上げと、援護30年の歩み1977.10、沖縄式画部平和文化振興課、インルミから50年目の証言沖縄市史料集、1995意識かつみ、引き上げと収容所からの出発裏添え私立図書館、起用、2001年3月23日沖縄市、沖縄市西洋欄発島沖縄シティ、 映ガイド2バトルサイツミリタリーベーシズ・イン、沖縄シティ、2012、琉球新報、沖縄1070年戦場をたどる本島を、分断収容所を開設、意識かつみ、引き上げと収容所からの出発裏添え私立図書館、起用、2001年、戦後、引き上げ者上陸費発見、中ぐすく、 www.vil-nakagusuku-local-culture.com2021 年1月21日閲覧二2018年8月6日ディスカバー日経第3回犬頃のように追い払われたディスカバー日経2021年1月21日閲覧ありがとうございます